もう朝。9時過ぎてる。遅刻どころの話じゃない。体が重い。半分以上持ってかれたみたいね、これは。そうだった。私、セイバーじゃなくってアーチャーを呼び出したんだ。魔力が戻るまで一日ちょいか。今日は慣らし運転ってことにしよう。問題なんてあるわけないけど。あいつの記憶が戻るまで切り札は封印か。思い出せないんじゃ使いようがないしね。まあ、火はこっちにもあるし、なんとかやっていくしかないか。日はとっくに昇っているぞ。また随分とだらしがないんだな、君は。おはよう。そういうあんたは随分とリラックスしてるようね。今を好き勝手使ってくれちゃってさ。何、一晩過ごした部屋だからな。どこに何があるか把握したよ。ついでだから厨房も片付けておいた。もう少し荒れているかと思ったが、なかなか気の行き届いた厨房だ。一人暮らしの洋館にしては上等だ。なるほど、本調子ではなさそうだな。昨夜は元気だったが、睡眠をとって疲れが出たのだろう。うん、紅茶でよければご馳走しよう。感想が聞きたかったが、その顔では聞くまでもないと思っただけだ。もったいない、熱いうちに味わった方がいいぞ。私が気に障るなら消えているが。ごちそうさま、結構よ。
私は茶坊主が欲しくてマスターになったわけじゃないわ。あなたもね、頼みもしないことをする必要はないわよ。そうか、確かに私も茶坊主になったり後片付けをするために契約したわけではない。君がそういうのならば、これからは気をつけよう。ええ、私が求めているのは戦力としての使い魔よ。家事をこなすサーヴァントなんて聞いたことがないし、する必要も特にないわ。特にはないとはどういう意味かな。別に好きなようにとって結構よ。それよりあなた、自分の正体を思い出せた？わかった。あなたの記憶に関してはおいおい対策を考えとく。じゃあ出かける支度をして。あっちゃん、召喚されたばかりで勝手もわからないでしょ。街を案内してあげるから。出かける支度？いや、そんな必要はないだろう。出るのならばすぐに出られるか。あのね、そんな格好で出歩くつもり？どう見ても普通じゃないし、他のマスターが見たら一発でサーヴァントってわかるじゃない。私、自分から私はマスターですなんて言いふらす気はないんだけど。ああ、そういうことか。それも問題はない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化している時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になってマスターにかける負担を減らす。